でもいっぱいやってくださってるから。そうなんですよ。なんと私は今日のライブでワルキーをさせていただきました。しかも大好きで憧れの渡辺美由紀さんと一緒にワルキーをさせていただきました。本家と一緒に私がやると悪桃になります。ずっとモモキーでやってたんですけど、モモキーはモモカさんがつけてくださった名前なんですよね、木下モモカさんが。でもやっぱ周年ライブということで、やっぱ悪要素を残したくて私 もう今日から悪桃でございます。でもそう、悪桃っていうとこがちょうど曲が消えるとこやって、そうなんですよね。で、悪桃です。悪桃とワルキーとでさせていただきました。ありがとうございました。ほんまにリプも見てたんですけど、私さ携帯低速来てて全然まだ終えてないんですけど でも「悪桃良かったよ」とかすごい言ってくださってる方、なんかそんなコメントばっかりで、なんか一緒になってこうやって喜んでくださるのが私はすごい嬉しい。いやー、だいぶ嬉しい。なんかでもミルキーさんと合わせたのが今日が初めてやったんですよね、2人でやったのが。でセリフもあったし大丈夫かなと思って、合わせる時間も本当になくって、やばい迷惑かけたらどうしようとか すごい思ってたんですけど、後からチヒーさんから聞いたんですけど、舞台監督さんが「俺じゃいいよ」って「いいよいいよ」って ありがとうって言ってくださったみたいに、私もう自分に必死やからさ聞こえへんかったけど、なんか嬉しい。メンバーも「ムキ可愛かった」とか、後輩の子もすごい言ってくれて、先輩も良かったって言ってくださって、あ、コジリも褒めてくれてた、嬉しい。なんかみんなから良かったよって言ってもらえて、嬉しかった。めっちゃそう、すごい褒めてくれてた。もう嬉しい、あの衣装を着れて。そう、角ね生やしたんです。あっちの私が今日着てた衣装はワルキーの衣装なんですけど、全然悪くないんですよ。ただただ可愛い衣装やから、私もちょっと角生やしたいなと思って生やしました。で絶対ショールームで見せたいと思ったからこのまま帰ってきたんですよ。ちょっと恥ずかしかった。でもまあちょっとハロウィンかなみたいな、紛れて帰ってきました。ありがとうございます。わあ嬉しい ありがとうございます。かわいいって。見つけやすかった？ああ、確かにこれがな。あ、コジリンが印象に残ったシーンで語ってくれた。嬉しい。でも、この本当に今日こうやってミルキーさんとワルキーできたのは、セットリスト会議で私が悪気やったらいいんじゃないって言ってくださったメンバーさんのおかげなんですよ。鉄砲隊のアピールで私がモノマネダンスをしたんですけど、あ、待って、来た、久しぶりで、ミラーボールね。で、そう、バカリンさんとかミルキーさんとかやって、でもね、こんなんやってたから、そう、悪気いいやんって言ってくださって、だからほんまにメンバーのおかげです。誰がちょっと言ってくださったのか私わかんないんですけど、そこまで。でも嬉しい ああ、私の名前が出たんや。なんか嬉しいですね、そうやって言ってもらえるのが。私さ、もうミルキーさんできるの嬉しすぎてさ、もう意識高めでワルキーポーチ持ってったんですよね。ちょっと下に置いてきちゃった、ピンクのこっちのがちゃんと開いてる
ポーチ、ミルキーさん持ってきてはった。ありがとうございます。悪桃でした。でもほんまに皆さんね、コールできない状況やったじゃないですか。でもなんかすごい、もう私ずっと感動してました。どんなライブになるのかなって思ってたけど、でもさ、あの先輩メンバーさんが出てくるたび、あのもうちょっと声は漏れてましたけど、うわーとか、ミルキーさん出てきた瞬間とか、うわーってなってて、あのちょっと溢れてるとこもあったんですけど、うん、でもいっぱいペンライトもすごい綺麗で叫ぶの抑えるの無理。いやすごい、いやな、もうしゃあないけど、でもアンコールとかナンバット、ナンバットがすごい良かった。あと拍手嬉しい、いっぱい感じました。ありがとうございます。お、釣られましたって、やった、ありがとうございます。そう、なんとゆり劇場にも出演させていただいて、私ゆり劇場やってみたかったんですよ。拍手めっちゃ頑張った。いや、みんな言ってた、よかった、いいって。うん、ありがとうございます。ゆり劇場もよかったよな。アイリさん出てきた時もうわー、もうすごかったな。あと桃花さんのキャーって、私もう笑っちゃったの、ステージ上いたけど、やーべえなって。そう、さやかさんも駆けつけてくださって、卒業されたメンバーの方も一緒に今日はライブをさせていただいたんですけど、なんか10年を振り返ろうっていう感じで、なんか映像とリンクさせながら、その映像もあのスタッフさんがすごいリンクできるようにいっぱい編集してくださったり、メンバー選んでくださったり、あとはね、セリも今回ゴーって上がるやつで、なんか時間のない中、なんかこういう状況の中、なんかできる限りのことをなんかすごい尽くしてくださって、いやコジリンも良かったよな。いや私コジリンの言葉ほんまに熱いなんかそんな方々に支えられて今日は10周年ライブできたので、なんか素敵なスタート切れたなって思います。うん、なんかね、ちゃんとルール守ってくださった皆さん本当にありがとうございます。うちわもめっちゃ見えてましたよ。私もさ、思ったよりもうちわあるってなって、嬉しかった見つけれて、久しぶりってなったアイリさんと再会、あ、私アイリさん本当に卒業される時らへんに仲良くなったので、そう今日久しぶりにお会いできて、もううわーってギューってしてました。あとは曲中にさやかさんとね、ちょっとすいませんね裏でミルキーさんともハグできたし、もう握手もしてもらえたし、なんかオタク、オタク、なんかね、ちょっと個人側になっちゃってるけどでも幸せタイムでした。いや、ぴょんさんもそう、会えて嬉しかった。かいかいよかった、ありがとうございます。うん、ドラに見えました。ドラに三日月の背中で、あのやばい歌わり歌わりってなって、もうちょっとね
ほんまはつかなあかんのけど、もうつく気配なかったかもちょっと抜かしちゃったんですけど。ドラに見えたかな。しおんちゃんとゆずちゃんでツインテールしてはりましたね。よかった。もう終わんの早かった。なんかね、始まるまでさ、てか周年ライブやるってなって、あ、まだ時間あるとか思ってたけど始まっちゃったらあっという間でしたね。そう、明日はそう次世代コンサートは私は出ないんですけど、ドラには出ないんですけど、明日はあかりんさんの卒業コンサートにも出演させていただくので、配信もあるのでぜひよろしくお願いします。いっぱい盛り上げます。でもこのセリっていう、あのうーんって上がるステージやったんですけど、あそこに立てた時はなんか少しでも高い位置から皆さんのことを見渡すことができて、すごい気持ちよかった、歌ってて。それの上怖かった私でもそういう高いところで踊るってなると、あのここに立ってここがステージだとしても、なんかすごいここで全然踊れんのにめっちゃ真ん中で踊っちゃう癖があって、あとセリはすごい揺れるんですよね、踊りながらだから怖かった。でもなんかそうやって誰一人怪我なく終われたから、集中力揺れるけど、でもやっぱ安全第一でスタッフさんも動いてくださってるので大丈夫です。エモい曲多かったですよね。やっぱ誰ためでやってるけど、本家ライダー、本家ライダーもあったり、あとはないや、あ、決勝、あ、想像の詩人、ダーモンドクロワッサン計画とか、適正ごとに思い出の曲を披露してて、よかったです。あ、ありがとうございます。コンサート前に滋賀龍王に行ってきてよってことで、ありがとうございます。あー、そう、カタルシスもオープニングに、そうなんですよね、すごい勢い系で、まあ、誰かのためにを歌ってからは夢は逃げないって、理不尽ウォール行ってカタルシス行ってっていうかっこいい曲だから、オープニングからこれちょっとやめとこうって思って、だからオープニングはハーフツインで行ったんですけど、そう、カモネギからこれやってたんですよ、私。カモネギも出てたんですけど、カモネギはこっち、なんかあの紅白でやった方。そう、メイクさんもその短い曲の間でそっちの作ってくださって、わがまま聞いてくださりました、ありがとうございました。え、ミルキーさんコメントしてくれてる、嘘、わー、ちょっと見せて、見たい、あ、嬉しい。わるままちゃんかわいい、わるきーのバックダンサーしたこともあった、モネちゃん仲がない、わるきーが乱入してしまい、前のわるきーだけでしたね、ちゃんとわるきーさんに薬、わるきーさんそう、そうなんですよ、私は研究生の時、もう入りたてのすぐの時に15分ですね、入
えっとですぐの時にミルキーさんがワルキーするってなってバックダンサーでそうさせていただいたんですよね。ゆずちゃんとなみちゃんと私とエイリンの4人でしてたけど、そのバックやったのが今日はメインで2人っていう、もうそこもなんかそんなことも覚えてくださってるんですね。やばい。そうですね、ミルキーさんとワルキーじゃなくてワルキーさんなんですよ。ワルキーさんがワルキーさんです。嬉しい、ありがとうございます。本当にまるももちゃんかわいいって、やば、嬉しいな。覚えてくださってるってすごくないですか。私のさ、そのバックダンサーしてるさ写真持ってくださってる方いたらさ、ちょっとツイッターで送ってください。送ってほしい。やっぱちょっとそうなんです。嬉しい、やば。その時からほんまにミルキーさんが好きで、ほんまは多分もともとバックダンサーなかったんかな。で多分前日のリハかなんかでバックダンサーつくことになりますみたいな、でやりたいなって思った時に「ラジラジラ安田」って思って「できんの!」ってなって、あの水色のさ、あの今日ゆいなが着てた衣装のブルータンクトップに。カボチャパンツみたいなの入ってやってた。懐かしい。ルキーさんね、ほんまに顔ちっちゃかったなんかもともとちっちゃいんですけど、さらにちっちゃくなっててね。あ、はじりさんもツイートしてくださってる、ありがとうございます。はじりさんも、あー幸せ。今日はもう、あった、これこれ、ちょっとファンの方が送ってください。これ出していいやつかな、これこのサイドポニーが私で、ミルキーさんでこなみちゃん、これがこれ配信の一部やな、よくないかもな。これが今日なってるっていう、いやエモいよね、エモいよ。で保存しとこう、これありがとうございます。サイドポニーやってた、懐かしい。これがこうなるんだよ、慣れた、嬉しい。よし、ちょっともうちょっとうだうだしゃべるだけになっちゃいそうなので終わります。ありがとうございます、ギフトも。ではランキング発表します。13位、ふるさとのゆさんからいただきましたじゃないの、それラジオへ。ふるさとのゆさんありがとうございました。12位、まーくんさんありがとうございました。11位、犬の気持ちさんありがとうございました。10位、デベルさんありがとうございました。9位、おぎおぎありがとうございました。8位、マリア超がちこいさおさんありがとうございました。7位ジョーさんありがとうございました。6位ムロちゃん、俺も最高、ありがとうございます、ありがとうございました。5位千秋ちゃんありがとうございました。4位トレオジさんありがとうございました。3位りょうちゃんありがとうございました。2位富士さんありがとうございました。そして1位はこうやありがとうございました。嬉しい、本当にありがとうございました。
今日は素敵な時間でした。明日は、私はレナスクルジシャライコンサートと、あとはアクリンさんの卒業コンサートもございますので、皆さんお楽しみに。じゃあね、またね、バルモモでした。